行くぜ、チェンソーステップ、レッツゴーオン。みんなこんにちは、今日もですねフルハレーサ TV やっていきたいと思いますよ。はい、ということでですね、今日はみんなが気になっていたあれ検証していきたいと思います。ロゴ史上最大と思われているっていうか俺は思っているエンジンを G12 と今回賞を取ったこのドーンブラザーズのロボ、とにかく高さを競うと。で、今回ですね、用意しましたロボ、じゃん、マジですね、こっち、エンジンを G12 セットプラス1、これスカイドルですね。はい。これは自己版で、置いております。で、まぁ、ちょっとこっちですね、はい。ロボタル、まぁ、ドーン鬼退陣と、その、で、ドンドラ悟空のセーマー使う、こちら。うわー、すごいね。ドンロボボルトと、ドンロボドラゴン、なんだっけ、ドンドラ、なんだっけ、ドンロボゴドラゴンだ、なんだっけ、ドンロボ悟空だ。もう一回いきます。これ、ドンロボボルトと、ドンドラ、ドンロボ、これ、ドンロボ、もう一回いきます。これは、ドンロボ悟空と、ドンロボボルト。はい。いや、確かに一つずつでも、うちで最上級にでかいのが、多分、まあ、ジャンボエールとか、記者もそのあたりなんだけど、これ比べるだけでも、結構、高さ的には、まあ、結構負けてますね。はい。だけど、なんとしてでも今回、勝っていきたいと思いますので、皆さんどうか見てください。よろしくお願いします。さあ、早速ね、ちょっと組み立てていきたいんですけれども、まずね、もうこのね、こっちはもうね、早いですよ、組み立てるの、僕はもう。もうこれでエンジン王、完成ですよ。うん。完成、エンジン王、頑張るを作っていきます。頑張るを。はい、これで、頑張る。これですね、制空王。こういう感じ。これで制空王。キシャモスと、この、ディラインとディラインを使ってですね、強烈を作ってます。で、はい、ということで、これで強烈王完成です。じゃーん。はい、いや、これがさ、一つに合体するよ。これはもう負けませんよ、うちも。はい、ということで、じゃあ次。まず、ドン鬼退陣の方から。もう、ドン鬼退陣もね、組み立てるのもほんと久々だからさ、もう、どうやって組み立てんだっけ、これ。けるね、はい、でもこの状態でもまあエンジン王は割と負けてるんですよ、サイズ的には。こうやってでかいね、確かに。これはで、これずるいのがこの人これつくんですよ。これずるすぎるやろ、こんなもん。じゃあ次はですね、トラドラゴン人をちょっと作っていきたいと思います。はい、ということでこれトラドラゴン人のこれ完成ですね。はい、できました、こういう感じ。はい、で、これが全部、まあ今1,2,3,4,5,6 体のロボが完成しまして、で、まずこちらゴーオンジャーチーム、エンジン王、ガンバル王、そして制空王に強烈王、これを合わせることによって G12 という一つのロボになります。で、こちらがドンブラザーズチームで、ドン鬼退陣とトラドラゴン人、これを合わせることによってトラドラ鬼退陣という風なものになります。で、それを合わせたものでどちらが、高いのかっていうのを今から決めていくんですけれども、その前に、まずこちらから、測っていきたいと思います。1体ずつでは、エンジン王から測っていきたいと思います。エンジン王はじゃん、28センチ。頑張ろう、こうやっていったらもっといくじゃん、これ身長タンクは。これでなんと28までいきました。制空王が、ちょっとこれでも制空王はまた開きすぎだから、ちょっと身長をかさ増しするために、これはですね、なんと、かさ増しして 28.5 になりました。で、次強烈王、強烈王もっと足閉じていけない、閉じられるのかも。強烈王が、あと強烈でかい、29.5。はい、ということで次はドンブラザーズチームのトラドラゴン人の身長を測っていきたいと思います。トラドラゴン人が36、ちょっと高えな、もうちょっと足しんかいと思う、いや開かんのこれ、36でかいね君。そしてこのシート、これ身長じゃないけどね、もうこれは。まあでも一応ね、全長ね、まず全長を測ります。全長が51、そして
身長が 36.5。 こっから、ロボをですね、究極合体、していきたいと思います。まずはですね、エンジンをチームからやっていきたいと思います。もうこれ久しぶりだな、何年ぶりだろうこれ G12 にするの。まずこの2体をあれすることによって G6、 そして制空王と合体することによって G9、 そして全部合わせて G12 と、何段階かあるんですけれども、いきなり G12 にしちゃいます。いきなり G12 にしちゃいますか言ったら、いきなり G12 にできるかな。おー、でかくなりましたよ、相当いい感じに。こういうことで、もうこれ見て、これもう重っ、でかくないこれ、これ見てこれ後ろ見てるから、これもはやこれ後ろ見てる、これ後ろ見てたっけ、この子ここにくっつくんだけど、やばい、重い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 、もう結構やばい結構やばい、これセーフ。はい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 、ここまで来たよ、いいよ、戻りましたよ、オッケー。燃えるこのまま行くと燃えるだけさ、後ろ向いて戦ってんだけど、これあれ絶対違うよこれ、ボールどこで声出してたっけ。だってさ、この状態でさ、みんなこうやって喋ってるわけよ、だからボールだけ後ろは、あー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 よし、まだ傷は浅いぜ。本当だ、めっちゃ安定感、俺ずっとこれつけてなかったわ、かっこいいから上の方が、多分そこやってなかったんだな俺当時。こんなん下に足つけたら俺15年間で初めてよこれ、めっちゃ安定するじゃんこれ。 OKOK、 はい、ということでですね、エンジンを G12 の完成でございますよ。いやー、これ結構大変だった。はい、ということでございまして、次からはですね、ドンブラザーズチーム、ドン鬼退陣、そしてトラドラゴン陣を組み合わせたトラドラ鬼退陣を作っていきたいと思います。さあ、このね、2つを組み合わせて、さっきの G12 に勝てるのかどうかってことですよ。じゃあちょっとやっていきますよ、このね、画像を見ながらちょっとやっていきたいと思います。皆さん見る派ですかこれ、説明書は。これはね、割とね、ちょっと見ないんですけど、結構むずいなこれ、また結構むずいぞこれ。これどうだ、これすごっ、これもうガチャッとくっつけるだけじゃないですかこれ、かっこいい、こういうことだこれ。おお、できた、こんな感じですか、どうこれ待って、こんなことあるすっごい、なんかあれだよね、こういうスキーのさ、競技ありますよね、このジャンプねえということで、完成いたしました、トラドラ鬼退陣でーす。はい、ということでですね、結果発表はい、ゴーンジャーチームの G12 が果たして勝つのか、
ドムラダチームのトラドラ鬼退陣が果たして勝つのか、勝敗やいかに。3、2、1、アクション。やった、勝った、勝ちました。 G2M の勝利だぜ。いやちょっとね、俺負けるかなと思ったんです、正直。だって最大級って言われてたし、今回ドーモリ大臣の時点でめちゃめちゃ負けてたから、うわこれやばいんじゃないかなって思ったんだけれども、勝ちました、嬉しい、マッハで嬉しいぜ。はい、まあね、とりあえずね、まあ、今回はまあゴーオンジャの、まあ、勝ちということなんですけれども、まあおみこしフェニックスがね、いたらどうなのかだったりとか、それこそね、俺たちの次の戦隊の真剣じゃの侍覇王ね、あれもまあ相当でかいらしいんで、どっちの方がでかいのかっていうのはね、またちょっと、どっかのタイミングで検証できたかなっていうふうに思うのと、あとはちょっとこういうやつやってよみたいな、おもちゃのレビューだったりだとか、まあそれこそなんか検証だったりだとかあったら、ぜひねコメント欄の方にですね、どうかよろしくお願いいたします。ということで以上、ゴーオンジャーの勝利、ありがとうございます。ということでお送りしたのはマッハ全開ゴーレット。マッハで行くぜ、またな。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。